唾液畑で働く時の安全な殺虫剤の使い方。唾液畑で働く人々は身近で殺虫剤を使います。殺虫剤とは昆虫や植物の病気または雑草などを排除するための化学薬品です。また植物成長制御剤と呼ばれるもので、植物の自然な成長を人工的に操作する働きをするものもその一つです。これらのすべての殺虫剤は皆有毒で危険なため、米国の各州及び連邦政府は安全な使用のための法律を作りました。そのうちの一つに、殺虫剤を作ったり運んだり使ったりする仕事をする人々は、その正しい使用法を学ぶための訓練を受けなければならないという項目があります。このフィルムは殺虫剤の安全な使い方に関する訓練のために作られました。殺虫剤が人間の体内に入るには4通りあります。まず、故意に口から飲み込まれるとき、そして殺虫剤のスプレーやその噴霧を吸い込んでそれが肺に入ってしまうとき、また殺虫剤が跳ねたり殺虫剤がついた手や布で目をこすって目から入ってしまう場合、そして皮膚を通って体内に入る場合です。多くの人は殺虫剤が簡単に皮膚に染み込み病気の原因となることを知りませんが、実際には唾液畑で発生する殺虫剤による病気のほとんどは皮膚の汚染が原因となっています。そこでこれらの汚染を避けたければ、殺虫剤の安全な使い方を知る必要があります。まず使うときよくラベルを読んだ後ですぐに容器を開けますが、その際に中の殺虫剤がこぼれないよう平たくて滑りにくいところに置かれているかどうかよく確かめてください。紙の袋を開けるときはハサミかよく切れるナイフを使います。もし破ると粉末が出てきて顔や皮膚につく恐れがあり、目の疾患の原因になります。また別の容器に移す場合、その容器を平らで低いところに置くようにしましょう。目の高さの容器に移し替えるのは危険です。液体がこぼれることもあるので、容器は低い位置で移し替えます。重いものは一人で決して扱わないで誰かに手伝ってもらうようにします。使用の際には用具の点検も大切です。スプレータンクは漏るかもしれませんし、爆発する危険もありますので、スプレーの継ぎ目は常によく点検して漏れを防ぎましょう。ホースも摩耗して爆発する恐れがありますので、定期的な点検をします。そして正しい圧力を保つために適切な圧力度も確かめておきます。もしタンク内の圧力が大きすぎると爆発の恐れがあるばかりか、噴霧が終わる前にタンクが空になってしまうことがあり、それによって葉が焼けたり植物が死んでしまうこともあります。使用後にはその都度タンクを空にしましょう。タンクに残った物質は金属の腐食を起こしたり、またゴム製品は危険の原因になります。スプレーを洗うときは水をよく流してホースに殺虫剤が残っていないように確かめます。危険度の高い液体を混ぜたり積んだりするときは空気に触れないようにスプレータンクに移す方法を取るようにしましょう。用具はまめに点検して良好な状態に保ち、漏れを防ぎましょう。殺虫剤を使用するときには指示通りに防備品を身につけます。皮膚と殺虫剤の接触が病気の一番の原因になるのです。液体を通さない手袋は必ずしてください。布やキャンバスや革製の手袋は浸透性があるので、実際に殺虫剤を吸い込み長いことそのままの状態になることがあります。裏地のついている手袋も裏地が木綿のような吸湿性のある生地であることが多いのでよくありません。
頭上のものにスプレーするときは、袖の縁を手袋の中に押し込んでスプレーの侵入を防ぎます。低い位置でスプレーする場合は、逆に手袋を袖の中に押し込んでください。手袋の端を折り返して使うと、そこに殺虫剤がたまって後でこぼれ、人体に害を及ぼすことになりかねません。頭上のものにスプレーするときは、殺虫剤を上からかぶらないようにヘッドカバーをします。頭のてっぺんは体中で一番液体を吸収しやすい部分ですから、よく保護しなくてはなりません。足の保護のために防水の長靴も必要です。また、ゴーグルや顔をカバーするものを使って目を守りましょう。中にはガスマスクをしないと使ってはいけない殺虫剤もあります。ヒゲはマスクと顔の間に隙間を作る原因になるので、きれいに剃ってください。ガスマスクにはいろいろなのがあります。ほとんどのものはフィルター付きで、入れ替え可能のカートリッジが付いています。もしマスクの使用中に殺虫剤の匂いがしたら、カートリッジを取り替えます。時には説明書の指示より早い時期に取り替える必要もあります。余分のカートリッジのあり場所とカートリッジの使用時間をいつも確認しておきましょう。殺虫剤を使うときは、腕も足も全部保護します。また、液状の殺虫剤を混ぜる場合は、防水のスーツかエプロンを使用します。濃縮の殺虫剤はとても危険ですから、気をつけましょう。混ぜるときに一番危険な事故が起こりやすいのです。使用後には必ずこれらの汚れた防備品を洗いますが、手袋は全部のものを洗い終わってから最後に洗って、それから外すようにしましょう。ただし、その際にこれらの洗濯物を他の家庭の洗濯物とは一緒にしないでください。洗濯の後は機械もよく洗い流してください。一日の終わりにはシャワーを浴びて、きれいな衣類に着替えましょう。常識も役に立ちます。殺虫剤の使用中は、飲食、喫煙を避けましょう。食べる前や喫煙、お手洗いに行く前には必ず手を洗います。タバコは殺虫剤を吸収するので、仕事中は禁煙です。手袋などには殺虫剤がついているので、それで顔を拭かないように注意します。殺虫剤を使用する人は、他の人が殺虫剤に触れないように気をつける責任もあります。殺虫剤の置き場所を出るときに、きちんと鍵をかけます。殺虫剤や使用したスプレーなどをその辺に置いておかずに、必ずしまってください。殺虫剤の容器が空になったら、指示通りに処分しなければなりません。使用後の容器は3回洗い流し、その水は殺虫剤を使ったスプレータンクに入れます。5ガロン以下の容器はその4分の1の量の水で洗い流します。蓋をきちんと閉めてからよくゆすります。そしてこれを3回繰り返します。5ガロン以上の容器の時はその5分の1の量の水で洗い流します。容器は完全にきれいにはならないので再使用はできません。
もし作業中に殺虫剤がこぼれたら、監督者に必ず知らせてください。監督者がそばにいないときは、誰かに探しに行ってもらうようにして、こぼれた液に知らずに誰かが汚染することのないように注意します。スプレーする前には、温室の責任者に必ず伝えておきます。そして、温室から全員が出たと、よく確認してからスプレーを始めます。殺虫剤の毒による症状を知っておくことも大事です。軽い兆候としては、頭痛、めまい、吐き気、目がかすむ、倦怠感などがあります。重いものとしては、過度の鼻水、よだれ、震え、胸の痛み、呼吸困難などがあり、ひどい時には引きつけや昏睡状態になります。シューカメチル、フミガントなどではこれらの軽い初期症状に加えて発音が不明瞭になったり、体のバランスが取れなくなったり、体温が上がったりします。そして時には酔っ払ったような症状も見られます。温室付近で使われるヘルビサイドも病気の原因になります。よく使われるのはラウンドアップですが、これは若干の目や皮膚疾患を起こすことがあるので、混合や運搬の際には目を保護しましょう。ファンギサイドも同様、目や皮膚疾患を起こしますから、きちんとした取り扱いをします。もし作業中に誰か気分が悪くなったら、監督者に必ず伝えてください。作業場には救急の場合の病院の連絡先や最寄りのポイズンコントロールセンターの電話番号も貼り出しておいて、毒物症状の出た人をいつでも助けられるようにしておきましょう。使った殺虫剤の種類もいつでもきちんと伝えられるようにしておきましょう。救急処置の知識も必要です。もし誰かが汚染した場合は、衣類をすぐに脱ぎ、汚染した体の部分を洗います。殺虫剤は皮膚に染み込むのが早いので、とにかくできるだけ早く洗い落とすことが肝心です。そうすれば重い病気にはなりません。もし殺虫剤が目に入ったら、まぶたを持ち上げて冷たいきれいな水でそっと洗い流します。これを最低15分は続けます。もし殺虫剤を飲んでしまったら、ラベルを見て吐き出させてよいかどうか調べます。イペカックを飲むか、喉の奥の方に何か先の丸いものを当てると吐かせやすくなりますが、意識不明の時や引きつけを起こしている時は吐かせようとしてはいけません。もしラベルに吐かせてはいけないと書いてある場合は、それによってさらに症状が深刻になる可能性があるのです。時には水やミルクをたくさん飲ませるようにと書いてあります。とにかくまずラベルを調べることですが、自分の使っている種類の殺虫剤の応急処置の方法を知っておくことが大切です。また一定の種類の殺虫剤を30日ごとに30時間以上使う場合は、定期的に血液検査を受けて健康状態を調べます。血液検査は殺虫剤を使い始める前にも1回受けておく必要がありますが、種類によってはそうしなくてもよいので、監督者によく聞いてください。殺虫剤はどれもラベルがついています。このラベルにはその製品の正しくて安全な扱い方が書いてあります。また作業する人、その他の人々、扱っている植物や環境全体の安全に関しての注意事項も書いてありますから、
まずこれをよく読み、殺虫剤の理解をするところから始めましょう。英語を読めない場合には、監督者に説明してもらうようにします。最後になりますが、もしあなたが殺虫剤を使っているときは、あなたとその周りの人々の安全はあなた自身にかかっていることを忘れないでください。扱い方を間違えると病気になりますから、このフィルムで学んだことを忘れないで、仕事を安全にするように心がけてください。